眉メイクの出張授業を行ったのは老舗化粧品メーカー伊勢半で夏休みを目前に控えた都内の中高生たちが眉専用のマスカラを使って眉毛を整える方法などを体験しました。 今回、ちょっと茶色目のやつつけてみたんですけど、したらすごい、あの鏡で自分で見てても印象が変わったので、あなん全然変わるんだなって、ちょっと驚きました。男もこの女の子も関係なく、こういったことをやるんだっていう、ジェンダーフリーですとか、多様性みたいなことを、価値観を、こういったイベントを通じて、子供たたちに伝えたいな。調査会社によりますと、男性のメイク市場は、この5年で3割増加しています。 伊勢半は今後、希望する全国の高校で眉毛メイクの授業を行っていきたいとしています。